やっぱ女子社員っていうのはなんか腰掛けだと思って舐められてんのかこれ。え？コピーだけ取らせていいやみたいな世界なのかね、未だにこの軍隊は。ひどくねえこれ。ねえ、真帆ちゃんの今回最大の問題だね。真帆ちゃんのキャラクターデザインなぜかね、国友康之先生で、僕ツイッターで聞いてみたら答えがいくつか返ってきまして、だから小川先生がですね、なんでだろうって自分で言ってるんですよ、制作過程で。でまあ西崎 P があの国友康之先生の漫画が好きだっつって、これでまず一つの問題は、その西崎 P が、西崎プロデューサーが持ってきた国友康之先生の漫画って一体何なんだろうっていうことなんですけど、国友康之の漫画って言ったら、それはやっぱり一番売れたのは幸せの時間なわけですよ。幸せの時間っていうのは、あのまあサラリーマンの男とかがですね、自分のあのかみさんの家に入り婿で入って、かみさんの家族と同居してるにもかかわらず、そのうちでそのかみさんの妹とセックスしたりですね、で会社行って愛人作ったり、取引先の女を犯したりですね、してくる、そのセックス&バイオレンスの最低男がもうとにかくあっちこっち行ってセックスするという話なんですけども、どう考えてもそれを持ってきたとしか思えないんですよ。でそれを聞いた時にやっぱりこうみんな期待したのは、やっぱ大和内セックスということだということだと思うね。第三華僑セックスとかね、そう手法ぶっ放しとかね、波動砲とかね、6連発波動砲とか、そういうことだと思うんですけど、いやそういうことはないんですね。でなんか俺も怪しいと思ったんですよ、まあ、古代住むにはね、もうユキっていう妻がいてね、子供もいるんですけど、このいきなりその部下である通信士のこと真帆って呼び捨てにしてるんですね。これ会社でさ、上司がさ、いきなりその社員をさ、名前呼び捨てたら、こいつらできてんじゃねえかと思うんじゃないですか。やっただろお前らっていう気がしたんですけどね。で最後、まあ、第三学園の時は真帆ちゃんが死んじゃって、それでまあちょっとあの訴えられるかもしれないと思ったけども、まあ、愛人の後始末ができたかみたいなことなのかなとか、あのいろいろ考えたんですけどね、はい、大人だとちょっと見方がね、ちょっと大人っぽい見方になってしまうというところなんですが、はい、でまあとにかくね、全体にあの非常に問題がある映画なんですけども、あの一応見ててね、イラッとくるところはね、これご覧になった方だったら分かるんですけど、音楽なんですね。で前半は結構いいんですよ。あの宮川泰史大先生というね、昔あのザ・ピーナッツの音楽をやってた、方が、まあ、ヤマトの最初の音楽をやってて、あの、まあ、本当にもう歴史的な、宇宙戦艦ヤマトのテーマが流れてですね、まあ、歌がアルフィーなんでね、ちょっと何なんですけどまあ一応あの歌が流れて、あと、有名なイスカンダルのテーマっていう、まあ、女性コーラスのね、あれで始まって、それしかもそのナレーションが波佐間道夫先生がやってましたけど、今回は、本当に有名な、毎回必ず大和シリーズであるあの、無限に広がる大宇宙っていう必ずのお決まりのナレーションが入ってっていうところで、結構続々と来るところはあるんですが、後半になってその大和の音楽は全然流れないんですよ。でなぜかね、延々とこの音楽が流れるんですね。はい、クラシックなんですけど、グリームっていうピアノコンチェルトなんですよ。これが延々と流れるんですよ、戦闘シーンでちょっと待ってっていうぐらいくどい。それも1回やったらいいんだけど、何度も変わるんですね。あのね、タタタン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 タタン、くどい。でまた盛り上がらない、戦闘シーンでこう意識がこうガーッと来ないんですよね。でこれ辛いなと思ってるんですけどね。でもう延々と後半まで息がこう上がらないで、こう戦意高揚的な気分にならないで行くんで、ほんと辛かったんですけど、でこういうことをねやり始めた人っていうのは一体誰かっていうと、ちょっとヒントがあって、この頭であの大和を復活させようとしてから、その十数年の間に死んでしまった元スタッフへのその、まあ、検事が出てくるんですね。で宮川泰史先生をはじめ、あの羽田健太郎先生、まあこの人も作曲家ですけど、大和のあの、公共組曲作ってる人ですけども、あとその公共組曲のビデオをですね撮影した監督の、あの実相寺明夫監督の名前とか出てくるんですけども、あと、まあ、富山圭さんとか、あの古代進の声の人とか、そういった亡くなられた方への検事が出てくるんですけども、この実相寺明夫さんがね最初にやったんですね、このクラシックとかザンザンかけるっていうのは。でもともと実相寺明夫さんと一緒にやってた、三津田監督っていうのがウルトラセブンの、あの、まあ、メインの監督でいまして、円谷プロの監督さんだったんですけど、この人は伝説的なシーンっていうのをウルトラセブンの最終回でやったんですけども、ウルトラセブンで諸星団が最終回で、アンヌ隊員に惚れてるわけですけど、まあ相思相愛ですけども、で僕は地球人じゃないんだ、ウルトラセブンなんだって言うと、そこでダン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 ってピアノが流れるっていうのがあって、でその後ずっとそのピアノのクラシックがずっと流れて、戦闘シーンもずっとウルトラセブンがパンドンっていう怪獣と戦ってる最中も
ずっとその流麗な、ピアノコンチェルトが流れ続けるっていうすごい演出が、その三田監督がやった、ウルトラセブン、まあ実相寺明夫さんとかその辺と一緒にやってたそのウルトラセブンであって、で僕はまあ小学校、入る前でしたけども、もうすごいもう衝撃を受けたんですね。戦闘シーンっていうとどんなアニメでもマーチが流れてね、パンパカパーンみたいなので戦うもんだと思ってたら、そこでもうクラシックミュージックなわけですよ。悲壮極まりないね、ウルトラセブンはそこで死んじゃうんですよね。だからもうこの演出はすごいと思って、あれよく考えるとスタンリー・キューブリックより早いですね。スタンリー・キューブリックは2001年宇宙の旅で、あの1960、あれは、公開された時8年か、に、まあ、宇宙船とかに、まあ、クラシックミュージックをぶつけるっていう演出をやったんですけども、あれよりちょっと前ぐらいなんですね。ウルトラセブンってあの SF 的なシチュエーションにクラシックミュージックをぶつけるっていうのは、これはすごいなって、ウルトラセブンっていうのはキューブリックよりすごいと僕は思ってたんですけども、ただその後みんな真似しすぎなんですよ。でもう露骨にそのウルトラセブンの影響を受けて作られたアニメで一番まあ有名なのはあのエヴァンゲリオンですね。でエヴァンゲリオンはまあ言っちゃあれですけども、はっきり言ってウルトラセブン、ウルトラマンの三田監督、実相寺明夫監督の演出を真似しすぎ、本当に真似しすぎ、あのすごくシーンとしたところでその無機質的な無機質なその廊下とかであの直立不動の人が会話をするシーンが延々と続いたりとかね、もう本当に真似してんじゃねえよとか分かったみたいなところがあるんですけど、であの戦闘シーンで延々とベートーベン流したりするっていうね、あの本来だったら勇壮な音楽がかかるところで、まあ、悲壮なクラシックが流れるっていうのを、まあ、エヴァンゲリオンやったわけですけども、でもそれも普段この勇壮な音楽で戦闘シーンをやるっていうのはあるから、たまにそれをやるといいっていうことだったのに、ヤマトは後半全部それなんだね。これは参ったな、これは参ったですよ。いつあのテーマがかかるかと思ったんですよ。もうクラシックで嫌な気持ちにさせといて、もう鬱陶しいなこのクラシックつらいなとこで、ダン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 って流れたらみんなうおーってくるじゃないですか。いつまでたってもそれが流れないんだよね。音楽の使い方分かってねえなっていうかね、ここで盛り上げてくれよみたいなとこがあってね、でなんでこんなねとろい感じになっちゃってるのかなと思うと、まずねスタッフがじじいすぎるね。若い人も入ってますけど、結局ヤマトっていうのは実はその制作当時から結構年の人がやってて、あの虫プロのスタッフで山本栄一さんっていう人がまあ監督をやってたんですけど、この人鉄腕アトム作ってた人ですからね。じいさんだろって、まあ、じいさんで老練なね映画を作るっていうのは分かるんですけど、黒沢監督だって、まあ、年取って映画作ってましたけども、でも若さないんだね演出に。っていうのはほとんどのシーンで、キャラクターは座ってるんですよ椅子に。戦闘機に乗ってるシーンもあるけど、それも基本的に座ってるんだ。全員が座ってる、座ってこう手法発射とか言ってるだけなんですよ。でほとんどの映画止めでこうテーブルの上にこう上半身だけ出てて真正面を向いて発射とか言ってるだけなんですよ。これは動きとかが全くダイナミックじゃないんですよ。とにかくあともう今エヴァンゲリオンなんかもそうですけど、最近のアニメとか見るとカメラ動くっていう演出をやってるんだけど、もうカメラ動かないんだよね。もう全部固定ね、ダイナミックなとこなし、クローズアップにこうズームしたりするとか全然なし、もうロングショットはロングショットでずっと止め、その中で人が出たり入ったりするだけ。こんな小津安二郎じゃねえんだからっていうさ、カメラ動かせよみたいなさ、紙芝居かこれ。で戦闘シーンとか CG でやってる部分はまあそれは確かにすごいんですが、リアルにすればするほどね気になるんですよ、うん、この宇宙はね上下があるんですよ。敵は絶対上や下から攻めてこないんですよ。しかも敵が来ると敵12時の方向からとか言うんですけど、ってことは水平面しかないんですよ宇宙が。それがすごい気になるのと、敵がこう爆発するとその爆発した破片が下に落ちていくんだよこういう風に放物線を描いてすっごい気になるんだよね。リアルで昔アニメだったからあんまり気にならなかったんだけど、リアルにすればするほどこの宇宙どうなってんだよっていう、すっげえ気になるじゃんっていうね。なかなかみんなねフェアプレイで絶対水平面以外から攻撃しないっていうね部分がね、どうしてもリアルすぎてね問題が起きますね。でしかもそのキャラクターは全くその、人間味のない、なんていうのかなこれ、まあ実写的って言えば言えるんですけど、キャラクターにこうなんていうか感情のあんまりこもってない絵で、しかもそのどんなに危機になっても誰もこうなんていうか顔に縦線が入って口のガーッと開くと口の中にも線が入ってる状態って分かります？うわーみたいなのがなくて、みんな大変だって言ってるんだけど顔は凍りついてる表情が。